今回も引き続き夏に人気のミナモ柄を、今回はネイルタウンのこの金箔、この2種類をベースにですねのミナモ柄また作っていきます。今回もベースのカラーはなしで、この金箔をベースにしていきますので、カラーいらずというような感覚でお手軽にですね楽しんでいけますので、ぜひ参考にしてもらえるといいです。では早速この金箔をですねもう入れていくんですけれども、今回はこの人差し指にやっていきます。で、もう今私ベースを塗ってある状態で未硬化ジェルが拭き取ってあるので、未硬化ジェルがある方はそのまま金箔をのせてもらえばいいんですけれども、未硬化ジェル残っていない方はクリアジェルとかを引いて金箔をのせていくといいです。私残っていないのでクリアジェル塗っていきます。クリアジェルは塗り代わりにしていくだけなので、もうさっさと塗っていただければいいんですが、ランダムに塗ってもらえば大丈夫です。でこのまま金箔のせていきます。とこのネイルタウンに売っているなんかマーブルっていう金箔なんですけれども、ゴールドの中にこう何とも言えないグリーンとかなんか黄色とかがこう混じり合ったような感じのものなんですけれども、これもなんか海のこう貝殻みたいなイメージにもなってくるし、光加減としてもですねすごく使っていけそうなので、このカラーとあとはアクセントにですねこのちょっとオレンジピンクブラウンみたいな感じですね、この金箔も合わせて使っていきます。これくらいの塊でちょっと取ってもらって、爪先にかけて置いていきたいので、もう爪先からちょっとはみ出るような感じでこんな風にのせます。でこの状態でピンクブラウンの金箔をのせます。特にこういう風ってわけではないんですけれども、2つちょっと斜めとかに重なるような感じでのせてもらうといいです。でこのでもゴールドにこう混じり合ってるやつの方が輝きというか主役にしていた方が可愛いかなと思うので、このピンクブラウンはちょっとサブ的な感覚で入れてもらうといいです。はい、でこれだけではですね結構なんかシートみたいな感じになっているので、ちょっとグラデーションっぽくしていきたいので、この境目のところですね、このピンセットでこうクククククってやってもらうとちぎれてくるんですけれども、そんな風にちょっと散らしてみてください。金箔に入っている模様を崩さないように、この境目のところだけこうクックと動かして散らしてあげてください。はい、であとはもう指でトントンと軽くなじませてください。で爪先はみ出るようにのせたので、爪の中にもうこれ金箔って柔らかいので、指でこうトントンとなじませるとちゃんと爪の形にフィットしてくれるので、そんな風に整えてください。はい、じゃあこんな感じで一度硬化していきます。はい、こんな感じに硬化が終わったら、この上にですねミナモ柄とあと波ラインもちょっと入れていきますので、金箔のちょっとシワシワ感が崩れてしまうといけないので、この上にですね一層クリアジェルをさっと引いてあげてください。根元はトップジェルなどで厚みが出やすくなるので、先端部分にだけ塗ってあげてください。で硬化します。はい、硬化が終わったらここにですね波ラインクラックラインを描いていくんですけれども、この時使っていくカラーはですね本当にアート用の固めのジェルを使ってもらうといいです。私はシャレドワの鬼ライナーを使っていきます。で使っていく筆はベラフォーマのポイントの筆です。インパクトに変わる筆なんですけれども、これまだまだちょっと本当におろしたてで、ようやくちょっとアート系に使っていけるんですけれども、ちょっと使い心地をまた同じように見ていきます。まず点線を描いていくんですが、この金箔をこうはみ出るような感じだったりとか、内側に入れるような感じだったりとか、金箔を全部囲うような感じじゃなくて、はみ出したり出たりとかというような感じで、こんな風に描いてみてください。もうこれはランダムで大丈夫です。でそしたら今筆に残っているカラージェルをですね一度ティッシュでしっかりと拭き取ってください。でこの状態で今クリアジェルの未硬化ジェルが残っているので、このままそれを利用してこのラインのこのすぐ下に当ててもらって、このままジグザグさせてちょっと下をぼかしていきます。こういったクラックラインの描き方に関しては初心者動画の方で詳しくご紹介していますので、よろしければそちら参考にしていただくといいです。これだけですごく素敵です。ちょっとぼかしが気に入らない場合はもう1回ぐらいですね同じ作業をしてもらうといいです。
では硬化します。ではでは早速水面の柄を描いていくんですけれども、これが私の基本的にですね、水面柄に使っていくカラーのおすすめになってくるんですけれども、私はこのメルティのクリアジェルとベトロの55番、これもアート用の白になるんですけれども、オニライナーほどは濃くないです。でこの2つを合わせて白のカラーを作っていくといい感じに水面柄が作っていけるので、私の中ではこれが一番基本のおすすめになってきます。でこのままだと濃いので、これをまあ単純にクリアジェルと薄めるんですけれども、もともとアート用のジェルなので本当に濃いめなんですけれども、そうですね、このカラージェル1に対して3ぐらいクリアジェルはですね混ぜてもらうといいです。このメルティのクリアジェルのこの柔らかさもすごくいい感じなので、爪の上でですね柔らかく広がって水面柄作れていくので、この2つは私の中で結構基本です。はい、こんな感じの硬さにしてあげてください。濃さもこれくらいです。では今作ったこの白のジェルはですね、この爪にのせていくんですが、このクラックラインを描いたこの下のところ、爪先にかけて塗ってきます。この爪先を埋めるような感じなんですが、クラックラインからつながるような感じに塗ってもらうといいです。でこの時もところどころ白をランダムに、ごめんなさい、ムラにしてもらった方がいいので、塗ってもらってからこんな風にですねちょっと白をモヤモヤっとしてもらうといいです。でそしたら筆からですね、またしっかりとカラージェル拭い取ってもらって、このメルティのクリアジェルを垂らしていきます。この時も同じように中心からですね垂らしてもらうと形が歪まずにやっていきます。最初にこの白のジェルをところどころムラに置いていることによって、このクリアジェル垂らした時に濃い部分とかが出てきて、自然な感じに仕上がってきます。もう結構クリアジェルでじゅわーっと形が歪んできてしまうので、もう素早くやってください。ではこれで硬化します。でこれだけでもすごく素敵なんですけれども、ここにさらにですねちょっとアクセントとして、やっぱり夏ということでですね、ちょっとこの人手とか貝殻を入れていくとアクセントになると思います。今回はちょっと大人な水面柄というような感覚で仕上げてみます。どこに入れようか悩むんですが、根元のところをクリアにしたので、クリアのところとこの柄のところにちょっと重なるような感じで入れてもらうとかっこいいかなと。この人手とこの貝殻って結構もう昔からあるんですけれども、こういったパーツって結構流行りすたりあるんですが、この2つは意外とですねもうずっとあるので、ワンポイントとかこんな風に夏にはもう定番のものだと思ってるんですけれども、こんな風に使ってもらうと素敵ですよね。はい、ではこれで硬化します。はい、じゃあこんな感じで最後ですねトップジェルでコーティングしていきます。この人手と貝殻をしっかりとコーティングしていかないといけないんですが、そこにだけですね集中してトップジェルコーティングしてしまうと偏って膨らみが出てしまうので、まずしっかりとこうジグザグこうぐじゅぐじゅぐっと動かしながら周りのところですねしっかりとコーティングしてもらって、あとはもうそこから溜まっているジェルをこう取り除くような感じで筆を動かしてもらうといいです。何度か筆を動かしているとどうしてもこの人手のところにジェル溜まりやすくなってきますので、一番最後にですね人手のところをもう一度拭ってあげるといいです。はい、硬化します。はい、硬化が終わったら未硬化ジェルを拭き取っていただいて形まで整えます。はい、最後に色ジェルのグロッシートップジェルでツヤをかけてきます。これもたくさんたっぷりめにですねハケに取ってもらって、いらないものを拭っていくような感じでもさっとコーティングしてください。何度も言うようにやっぱりこの中で一番人手のところが結構くせ者になってきますので、本当に人手の形ってどうしてもその間にですねジェルが溜まりやすい仕組みになっているので、そこだけ本当に気をつけてコーティングしてあげてください。はい、こんな感じで大人な水面柄完成です。水面柄といったらやっぱり海の表面のところになってくるので、
やっぱりカラーをですね、最初に前回の動画でもご紹介したようにブルー系だったりとかそういった感じのカラー、マーメイド系のカラーはですね使っていくことが多いと思うんですが、今すごくニュアンスのデザインも流行っていて、こう金箔とかもですねいろいろなシリーズが出ているので、金箔だったりとかあとはミラーパウダーとかですね、そういったものを使ってこういった風に使っていただくのも大人な仕上がりになってきて素敵だと思いますので、ぜひやってみてください。で、私であればこれを5本にデザインしていくという風であれば2本ぐらいですね同じデザインにしてもらって、その他の指はゴールドのグラデーションもしくは白のグラデーションとかにしていくと思います。まだまだ夏に楽しんでいけるデザインです。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日七夕帰りましたよね。おてんば下娘もちび息子も保育所そして幼稚園から作ったものをですね持って帰ってきたんですが、これはちび息子が持って帰ってきたものですごく可愛らしかったのでちょっと写真を撮ってしまったんですが、こういう節目節目のものって大事ですよね。そしてこういったものを作る先生も本当になんか考えるのって一苦労だなと思うんですけれども、さすが先生たちですよね。そして先日のある日ちょっとすごく暑かった日があったんですけれども、その幼稚園の帰り道におてんばした娘がどうしてもこうアイスが食べたいというので帰りにアイスを買ったんですが、ピノを購入して食べていたら、私は運転しているんですけれども、その中で、あ、ねえママ大変と、何と言って聞くと、ラッキーな星型のアイスだったんです。たまに当たりのように入っている星型のものなんですけれども、なかなか最近私よく子供たち買うんですけれども、全然見なかったので久しぶりにこういったものを見て、前にもこういったお話をしたと思うんですけれども、やっぱりこういったなんかちょっと当たりっぽいものがあると何かいいことがあるのかもしれないななんていうふうに思ってしまいますよね。なんか私としては当たりのものってちょっとなんかもったいなくて食べれない感じがするんですけれども、さすがおてんばした娘、躊躇なく食べていました。何かいいことが起こるといいですよね。以上我が家のちょっとした出来事でした。